皆さんこんにちは、佐藤ゆりやです。今日は秋の毎日メイクご紹介していきたいと思います。はい、最近もういよいよ秋本番になってきたので、自分の中で、少しこうベージュからオレンジトーンなんだけどこっくりしたカラーを使ったり、あとは肌もしっとりさせながらこうツヤっていうかベタっとして見えないようなベースメイクも、しっとりしたものを使いながらこう軽く見えるようなものを意識して使ってるので、そちらを使ってメイクしていきます。はい、今のね肌状態がちょっとなんか謎のなんか赤い点々っていう感じのものが今できていて、ちょっとここら辺なんか嫌だなと思いながら過ごしてます。はい、まずはね、もう日焼け止め塗った状態なんですが、最近メイクで必ずするようになったのが、一旦ねこの日焼け止め塗った時点で少し3分ぐらい置いて、その後にこうティッシュオフするようになりました。やっぱ言っても最近のその日焼け止めってかなりねこう質が良すぎて、つるんと美容液みたいな感じなので、使い心地はいいんだけど、油分多めで重たい感じがするので、少しこう肌がなんかこう重ねるとこうドロッとしやすいかなっていう印象があったので、最近ねティッシュオフするようになりました。 RMK の下地ってケアナリスだったりとか、こうつるんとした肌に仕上げるのにすごい最適なアイテムが多くて、これとかも最初にもう仕込んでおく、この上に重なるね下地とかの邪魔にも全くならないし、むしろ肌つるんと見せてくれて、こう保湿感、肌のしっとり感続くのですごくおすすめです。はい、そしてポール&ジョーのモイスチャライジングプライマー、今回01番使っていくんですが、この大人気アイテムが、リニューアル、進化しました。これね、何が一番変わったかって、ナノリポカプセル、なんかすっごい小さいカプセルにナイアシンアミドとか保湿ヒアルロン酸とかだったかな、なんかこう保湿成分が閉じ込められていて保湿感が継続するようになったこと、あとカラー展開もすごく豊富で、この01番はすごくさりげないトーンアップしてくれる下地なんですが、昔からこれ大人気アイテムなのでファンも多いと思うんだけど、つるんとした肌が続く感じがもうすごく好きです。もともとすごくね好きで使ってたんだけど、最近ちょっと使っていなくて、久しぶりに使ったらやっぱりこれめちゃくちゃいいなと思って、最近また復活して使ってます。こんな感じで最初にもう頬のいろいろ気になる部分にちょっとこう叩くようにね、塗りながらちょっとこう外に向けて広げて、もう今ちょっと頬に塗っただけでこの赤みとかちょっとくすんだ感じとかなんか綺麗にちょっと飛んでます。なんか肌の調子がめちゃくちゃいい人とか、これだけでも結構補正されるので、十分なんではっていう感じもします。ほら、これだけで毛穴も結構本当につるんと綺麗に隠れます。でこれの私的ポイントは、もう全体にバッと塗るよりも薄く本当に必要なところに丁寧にこう入れていくこと、こっちポンポンポンって置いて伸ばすっていうやり方でもいいんだけど、なんかすごくね保湿感が高いので、スキンケアを保湿でしっかりした上にこのプライマーのせるとちょっとね重たい感じは正直あります。結構もうこれだけで保湿感たっぷりなので、ちょっとこういう感じで薄めにつけてあげて、あくまで肌を整えるっていうねやり方の方が私は好きです。こんな感じです。ちょっとねこの気になってる赤いところは隠れないので、ここら辺はちょっとコンシーラーで隠していきますね。はい、続いてはもう秋冬といったらこれ、資生堂のファンデーション、私はね220番使ってます。これは、塗り方に本当にコツがなくて、むしろ本当にどんな風に塗っても絶対綺麗に塗るっていう感じなんだけど、いつもは資生堂の歌舞伎ブラシで塗ったりするんだけど、こういう感じでちょっと丁寧にもうここに置いてあげて、適度な薄さにして置いていく、欲しいところに欲しい分量、
結構ツヤツヤに綺麗に見えます。こんな感じで乗せていきます。逆にね、この鼻とかちょっと毛穴が気になるようなところはちょっとスッスッと叩いたり、こうちょっとなじませるように、で少しずつ置いていきます。続いてもう本当にちょっとだけこの赤みがあるところを、消えなかったところにちょっとだけ乗せていきます。まあでもちょっとしょうがないか、血色だと思ってこのぐらい消して、どうしても消えないやつはこういうコンシーラーで。そうしたら上にこのパウダーのせます。もうやっぱね、もうこのパウダーが本当に好きすぎて、何がこんなに好きかというと、なんか肌に溶け込んでいくので、なんかこうちょっと今ツヤツヤに綺麗に肌仕上げられてるんだけど、ちょっとこう毛穴がさ、こうなんていうのかな、光が拾っちゃって毛穴が目立ったりするような部分にもこのパウダーをのせてあげると、わかりますか、すごいふわっとぼけて肌がつるんという感じになるのに、なんかこの粉っぽさは感じられず、綺麗なツヤは残る。はい、もうこのパウダーも大好きです。これずっと使ってる。ドクター365の UV リップトリートメント、もともとビタミン C 系のスキンケア大好きなんだけど、最近さらにまたビタミン C のアイテム好き で、特にこのリップトリートメントはもう UV 効果もあったり、乾燥でガサッとしたような唇が本当にチュルンってなるのでめちゃくちゃ好きです。はい、これをベースメイク終わったらまず入れておきます。はい、そしてアイメイクなんだけど、もう最近、ちょっと韓国コスメとかのマットアイシャドウがすごく好きで、そういうのを使うことが多かったんだけど、最近のもう大ヒットアイテム、アディクションのアイシャドウも今すごい気に入ってるもの多いんだけど、このボビーブラウンのアイシャドウパレットがもう神アイテムすぎて、上がオパールヌードアイシャドウパレット、下がピーチヌードアイシャドウパレットです。ニュアンス系メイクを作るのにもう最適、もう大人全員1個持ってたらすごい使えるよって心から推したいアイテムです。特にこっちのオパールヌードアイシャドウパレットは癖がない、どんなメイクでも一通り一旦この陰影をつけるとか、一つだけこうキラキラついてるんだけど、この場面もすっごい綺麗だし、どんなメイクにでも合うから、単品それぞれ買った本当にこう影を作ったり、こう奥行きを出したりするようなアイシャドウパレットとして一つあるとめちゃくちゃいいっていう。でこのパレットを、ちょっとこの濃度をその日のファッションによって変えて濃さを作っていくっていう感じなんだけど、基本的にこの2色をまず使って、その後にこっちのこの色で締めていくみたいな、まずここら辺のカラーを、このぐらい、もうなんかあんま考えず、結構目をどのぐらいの大きさに見せたいかを考えて、このぐらいかなって感じでふわっと全体的に入れます。でこっちの濃い方の色をちょっと広めにさっと入れます。もうこれだけで結構ほら目がグッと印象的な感じに。そしてもうこれね、ファッションに合わせてなんだけど、ここのカラーとか、ここのカラーとか取って、少しここで締めていく、で少し横に伸ばします。はい、そしてこちらのキャンメイクのクリーミータッチアイライナー02番、これで縁しっかりライン入れていきます。
はい、この感じで中にだけギュッと入れたら、最後のここのアイラインをこのまま外に少しだけはみ出るように、こんな感じ、このぐらいのちょっと細いピンポイントを狙えるブラシで、横幅を出した分締め色、ここら辺のこのカラーを一度取って、ここのアイラインの上ちょっと重ねていきます。でちょっとここのアイラインにもなるような深い色を足す。これでね、結構目が拡張されるというかね、大きく見えます。アイシャドウをたっぷり塗って無理やりこう大きくさせたっていうよりは、本当必要なところにだけ濃さが乗ってるので、自然な形で目が大きく見えます。ホットビューラーでちょっとこう毛流れをね整えるように。はい、そしてもう涙袋を作ると言ったら、私も最近これ一択になってしまってるんだけど、ボンジョイヨのメタルシャワーペンシル、こちらをこのタイミングでずっとこの目の下に、わっとちょっとこういう感じ、下に落ちるように入れます。その後にこのぐらい細いブラシで、影になるようにこんな感じで描きます。目尻を足したり、ここももうちょっと濃くてもいいかもとか、ちょっと必要なところに少しずつ足していきます。こんな感じ。はい、そしてアイブロウはちょっとね、最近眉毛が本当に濃くて、ちょっとブリーチしてないので濃いので、この辺の使ったこういうカラーでちょっと眉毛の色を整えます。これを結構しっかりとってなじませて、あの力を入れずにふわっと中に色を入れていく感じ。でもあんまりこうくっきり描きたくないので、もうちょっとボサボサしてる感じの味という感じで、そうしたらこのシュウエムラのね、このブラシめっちゃ使いやすいです。このアイブロウカラーでちょっと眉毛の色を整えます。ちょっとこう眉頭を立てて、ちょっと今ねここの眉頭の毛が生え揃ってないので、ちょっと角度つけて、抜けてるところがあまり目立たないように。アイブロウをカラーを塗った後丁寧に直さないと眉毛が太く見えることがあるっていうことに気づいて、ちょっと一回こんな感じで、もうこれはもう毎日メイクには絶対欠かせないティメージュのこちらのカラーでちょっとこう鼻筋作っていきます。細いブラシでこのハイライト、ここも本当にここの部分と先端のここと、ここに入れるとすごくこうなんていうの、透明感が出るというかね、なんかスッとする、顔は晴れやかな感じに見えるので、ここに入れるのすごい好きです。こんな感じでこのね、ここにちょっと入れて、でこれも結構おすすめ、このここのハイライトをこういうブラシにとって、涙袋をちょっとハイライト効果でさらにふっくらさせる
なんか今日ここすごい目立つ。このディオールのハイライトをこういうブラシにとって必要なところにだけ。ここにね結構コンシーラーしっかり入れるとなんかやっぱ時間が経つとすごくこうボソボソっとこうなんていうのひび割れしてくるので、このぐらい本当に最低限の方がいいかなと思います。こちらのねクリオのリップライナー03番塗っていきます。あのリップライナーにすごくハマっていて、いろいろ買ってみたんだけど、私の中ではもうこのクリオの3番がもうダントツ1位、一番使いやすいです。でここも本当好みなんだけど、ここをキュッてさせたいのかふっくらさせたいのか、ちょっと私はふっくらさせたいのでちょっと外にはみ出るように、でここもこのねなんか境目がボヨボヨしてきたのか、ここもなんかここまで唇だった方がいいなって思うところにこんな感じで入れてあげる。全然唇の太さが変わります。これは好みだと思うんだけど、私はちょっとここしっかりこうなってる唇が好きなので。はい、こちら RMK のデューイーメトルリップカラーの02番。なんか自分の中では結構こう美人見えするカラーだなと思っていて、それこそこう秋のちょっとこっくりした色としても使えるし、この赤みが本当にねちょうどいいレディー感でも真っ赤ではないのでおしゃれな感じもあるし、あのすごくね肌になんていうの浮かない、肌から浮かないしっかりしたこう赤みを感じる秋色っていう感じです。これ直塗りすると結構濃いなっていう感じで、今もちょっと濃いなって自分も思ってるんだけど、こういう感じでちょっとさっさと少しぼかしてあげるとさしゃる感も出るしいい感じです。そして、うん、最近の本当にめちゃくちゃ気に入ってるチークがこちらのジルスチュアートのブルームミックスブラシコンパクト28番です。でもここはまあ結構本当に可愛らしくチーク入れたい時は使って、ちょっとこっちが大人っぽいこういうメイク、特にこの赤っぽいリップを主役にするような時は、このカラーをしっかり取ってからしっかり落として、ふわっとなんか全体的にこの白の余白がなんとなくつながるようにほんの少し入れます。はい、そして最後にこのねエナモルのジュエリーグローハイライターの02番がさらにまた私の中でブーム再来って感じで、めちゃくちゃこれ綺麗だなと思って最近とってもよく使ってます。この必要なとこだけにスッと入れてあげる。本当にねすごい綺麗な自然なツヤが生まれます。最後にこのディメージュのこのカラーでちょっとこう削っていく、いらないところ、ちょっと肌をきれいに作っていて全体的にちょっと白くなってるのでこのぐらい締めてあげます。はい、これでメイクの完成です。ちょっと待って、マスカラを忘れてました。やだ、マスカラはねこの最近一番気に入ってるこちら、これ本当繊細なまつげが作れるので、今日みたいにリップ結構濃いめの日、それこそこうまつげ塗らなくてもいいかなっていうぐらいの抜け感欲しい時もまつげの存在はちゃんと感じるのに、なんていうの、なんかボソボソしてないから、なんか自まつげの延長みたいな忘れてました、すいません。こんな感じで完成です。こんな感じで毎日メイク仕上がりました。ちょっとね最近の私の中のブームがブラウンなので、結構こういうブラウンのお洋服に合うメイクかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。